はいどうも、ヘラです。先日ね、生配信は皆さん本当にありがとうございました。はい、非常に楽しかったですし、はい、有意義な時間を過ごさせていただきました。はい、ということで、まあ、その生配信でもね、まあ、いろいろ話しましたけども、はい、動画でもまあちょっと、前半戦について、フロンターレの前半戦についてね、はい、ちょっと振り返ってみたいなと、はい、思います。はい、ということで、まあ、今シーズンの前半戦はこんな感じで、はい。まあ、フロンターレまだ16試合ですね。まあ、神戸戦がね、延期になったので、はい、まだ16試合ですが、まあ、J1 としては17節まで、はい、終了しました。はい。まあ、17試合終えて、7勝3分け6敗と、はい、いうところでね、まあ、9位ということでね。まあ、開幕前、思い描いてたような状況ではないのかなと、はい、思います。はい。で、まあ、まあ、今シーズンね、まあ、開幕前、レアンドロ・ダミアン選手と小林選手、まあ、家永選手は開幕戦に間に合いましたけども、まあ、ちょっと離脱がキャンプの時点で多かった年で、まあ、今シーズンの前半戦を振り返るとやっぱり離脱、怪我っていうのが、まあ、どうしてもキーワードになってくるんじゃないかなと。まあ、そんな中で迎えた開幕戦、横浜 F マリノス戦でしたけども、1対2で黒星スタートということで、まあ、内容的には悪くなかったと思いますけど、まあ、序盤のミスゼロ失点、まあ、チョン・ソンヌ選手がちょっとねミスってしまって、まあ、そこからの失点ということで、まあ、開幕戦の硬さもあっただろうし、まあ、マリノスはスーパーカップで戦っていたのでね、まあ、その辺の差はあったにしろ、まあ、ちょっと硬さが出てしまっての、まあ、敗戦という形だったかなと、まあ、しかもそのゲームでは車谷選手が負傷離脱で、で JJ 選手が一発退場ということで、まあ、いきなり今シーズンのセンターバック2枚看板の車谷選手とJJ選手がいなくなるということでね、はい、もういきなりに暗雲が立ち込めている状況でしたし、まあ、ただ第2節で、まあ、先制点を鹿島に、まあ、知念選手にやられてしまってね、健丈して、まあ、0-1 のままね進んでいって、しかも山村選手が今度はドグソで一発退場してしまって、まあ、1人少なくなって、まあ、難しいかなと思ったんですけど、まあ、そこから一気に終盤に2点取って逆転というところでね、まあこの勝ちをいい流れに持っていきたかったところですけども、まあ第3節で湘南と戦って、まあ1-1の引き分けでしたけども、ここでJJ選手が負傷離脱と、はい、いうことで、もうセンターバックもセンターフォワードもね、もうさっきも言った通り、小林悠選手とダミアン選手が、ね、いない中、センターバックも車谷選手とジェジェ選手が離脱ということで、まあ台所事情としては厳しい立ち上がりになったなっていうところですよね、はい、で第4節の新潟戦では、まあ、黒星プラス大島選手の離脱、はい、もうしてしまいましたし、まあ、ここで山村選手も離脱か、大島選手と山村選手が怪我で離脱、はい、まあ、これで、まあ、もう厳しいということで田辺修斗選手を千葉から呼び戻すと、はい、いう流れでしたね、はい、で続くセレッソ大阪戦では田辺選手が復帰して即スタメンということで、はい、まあ、ただその中で 0-0 のドロー、うん、しかもビルドアップがちょっと、まあ、車選手とジェイズ選手が抜けたことで安定感がなかったところを田辺選手が復帰して安定したのかなと、ビルドアップが、はい、思いますし、で、まあ、続いての札幌戦では、まあ、スリートップの並びを、ね、変えて中央に江永選手、右に山田慎選手、左に宮代選手という配置にしたら、うまくそれは功を奏して、まあ、相手のミスもありましたけども前半で3点取れて、はい、ただまあ、もうギリギリの戦いで4対3で結局は勝った試合でしたね、はい、そしてまあ問題の第7節のガンバ大阪戦、まあ、ここではちょっと
メンタル的にどうだったのかなっていうところで、まあ、ちょっと不甲斐ない試合をしてしまったかなっていうところもありましたし、まあちょっとやる気の部分でね、まあなかなか見てる側としては見られなかった中での、まあ、0-2 での敗戦だったので、まあちょっとこの試合ではね、まあもう皆さんいろいろ思ったことはあったと思いますし、僕ちでも結構言わせていただきましたけど、はい、まあ、ガンバ戦に関してはまあちょっといろいろとあったかなと、はい、思います、はい、で名古屋戦で高井選手が先発、リーグ戦で初先発して、まあ、こっからある程度ビルドアップはうまくいったかなと思うんですけど、まあ、ここの名古屋戦ではね、まあ、同じく江永選手が先発出場したんですけども、まあ、江永選手はちょっとミスから奪われてしまってカウンターで失点してしまったので、まあ、そこからちょっと江永選手の思い切りの良さっていうのはこの試合では見られなかったかなっていうところで、はい、難しい試合だったかなと、はい、思います。そして続く浦和戦でしたが、まあこの浦和戦ではね、まあ、先制点を初めて今シーズン取れて、まあ、そのまま逃げ切れればっていうところでしたけども、まあ追いつかれてしまって、でプラス、まあ、高井選手のちょっとね物議を醸すような興梠選手へのまあアタックで足のねところはありましたけど、まあギリギリ取られなかったかなっていうところでね、まあ、高井選手にとってもねいい経験になったと思いますし、まあ、やっぱ興梠選手のうまさはあったとは思うんですけど、はい、まあなんとか1対1の引き分けで終えたかなっていうところでね、はい、まあ、ただこの引き分けをきっかけにうまくチームとしても持っていけて、まあ、ビルドアップも非常に安定してましたし、ここからは、まあ、高井選手入ることでフロンターレが本来持っているリズムっていうのは取り戻せたのかなっていうところでね、まあ、アウェーの福岡戦、京都戦、ここも連勝、初めて今シーズン連勝できましたし、そしてホームに帰ってきての都市戦も勝って3連勝というところでいい流れをここで手に入れたかなっていうところでしたけども、玉川クラシコ FC 東京戦では1対2の敗戦というところで、まあ、この FC 東京戦ではね脇坂選手がやっぱり一発退場してしまって、ただやっぱり一人少なくなった状況から、まあ、フロンターレが、まあ、ある意味圧力を強めて押し込んだ状態で戦いましたけど、まあ、残念ながら追いつくことはできなかった試合だったかなと、はい、思いますね、はい、そしてやっぱりなんといっても絶対ここで負けちゃいけなかったのが14節の横浜 FC 戦でしたけど、やっぱこの試合はなかなか難しい試合だったかなと思いますし、まあ、前半ね押し込んだ完全に押し込んでいった試合でしたけど、まあ、そこでうまく点を取れずに、まあ、前半の終了間際にねカウンターから長谷川達也選手のね粘りからのカウンターからの、まあ、一発食らってしまいましたし、まあ、後半の立ち上がりに山下選手 あのスピードをうまく生かされてしまって車選手を置き去りにされての、まあ、追加点を取られてしまって、まあ、瀬古選手のね移籍後初ゴールは出たんですけど、まあちょっと内容的にも結果的にもかなり厳しいこの連敗だったかなと、はい、思います、はい、ただまあここから柏戦では、まあ、ある意味、まあ、原点回帰というかメンバーをね、まあ、タイトルを取ってきていたメンバーに一回戻して、まあ、これがそうこうしまして、まあ、柏相手にね押し込んで、まあ、もう内容的にも完勝といったところでしたし、まあ、得点もまあ2点はちょっと少なかったですけど、内容的にも内容をあの内容を考えたらやっぱりもっと点を取らなきゃいけない内容だと思うんですけども、まあ、2-0 で解消できて、まあ、久々にねフロンターレらしい試合はできたのかなと思います。まあその後、まあ、神戸戦がちょっと台風の影響で流れてしまって、まあ、2週間、まあ、実質2週間空いた状態での広島戦で、まあ、広島戦でも同じメンバーを、ね、起用したんですけど、
まあ、広島のアグレッシブな守備に、まあ、非常に苦戦して、まあ、ただそんな中でもカウンターから流れるようなカウンターからの脇坂選手の一発が入ってなんとか 1-0、まあ、最終的にはまあ5バックにしてなんとか守りきってね、まあ、1-0 の勝利で終えたっていう感じ、まあ、ちょっと前半戦を振り返るとまあそんな感じだったかなと、はい、思います。はい、というまあ怪我人もね後ろの選手が数多く出ましたし、まあ、小林選手なんかはまあ再離脱してしまったので、まあやっぱりちょっと怪我人が非常に多いのが気になりますね。はい、まあ、ただ少しずつ少しずつ戻ってきてはいるので、まあ、その点はプラスに考えて、またダミアン選手なんかもね、まあ、直近の試合では出場時間多くなってきましたし、先発の回数も増えてきましたし、まあ、ジェイジェイ選手も、まあ、練習には戻ってきてるというところで、中断明けには出るんじゃないかとも言われてますし、まあ、マルシーノ選手は もうちょっとかかるとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっとやっぱ外国籍選手の出場っていうのがちょっと今シーズンは寂しいものになってるのかなと思いますけど、まあそんな中でも清水選手はね、まあ、チームの柱としてアンカーの絶対的な選手としてまあ今活躍されてますし、清水選手いなかったらちょっとどうなってたんだろうって思うくらい必要不可欠な選手になってると思うので、まあ、清水選手にはこのままね走り続けてほしい、そんな感じはしております。はい、ということで、まあ、まあ現状の、まあ、フロンターレのスカットを見てみると、まあ、こんな感じなのかなというところでね、はい、はい、ということで、まあ本来のね川崎のサッカーをやるためには正直言うとこの11人プラス、まあ、高い選手しかないのかなと、はい、個人的には思ってますね、今の現状を見ると、うん、まあ、中盤から前のね選手たちが特に替えが利かないというか、メンバーが変わると途端にできなくなっちゃうので、まあ、それをどう考えるかでしょうね。このままで行くのであれば、どうしても連戦には耐えられないと思うんで、うん、一人かければもう、正直難しいので、まあ、そこを鬼監督がどう考えてるかですし、まあ、このまま行っても、正直、今後考えた上では、世代交代をね、先延ばしにしてるだけなので、必ずどこかで同じようなね悩みは出てくると思うので、まあ、いかにだからこっからの後半戦はこのメンバーにどれだけの選手たちが入っても遜色なくできるようになるかですし、まあ、このメンバーでやってもやっぱり、まあ、広島戦もそうですし、まあ、この前のルヴァンの湘南戦もそうですけど、相手のね守備の強度、まあ、プレスですね、プレスの強度が上がるとやっぱ途端にできなくなっちゃう、まあ、それはやっぱり球際の部分でどうしても中盤で足りなくなってしまうのでね、柏戦のようなね、まあ、ある種プレスがあまり来ないチームに対してはある程度まあ、押し込んでしまえばやっぱり素晴らしい選手たち揃ってるので、まあ、そこからの展開っていうのは間違いない試合にはなると思うんですけど、押し込む前ですね、うん、プレスにかかられた時にどれだけビルドアップでうまく剥がしてなおかつ前進していってで相手のエンドに押し込めるかっていうところが間違いなく肝になってくると思う。そういう意味ではちょっと中盤の強度は足りなくなってくるし、どうしてもスピードっていう部分では厳しい状態なのかなと思います、はい、まあ、前線のね選手たちを見てもカウンターでどうこうできる選手たちではないと思いますので、押し込む前提でのメンバーだと思うんでね、これは
じゃあそれだけだと、まあ、正直今戦えないっていうのはこれまでの戦いをね考えても間違いないことだと思うんで、だからどっちを取るかでしょうね。押し込んで崩せるメンバーを取るのか、ある程度もう少しピッチ全体を使いながら切り替えとかプレー強度で相手を上回ってスペースを使った状況での戦いを選択肢に入れるのか、その辺は少し、当然ねこのメンバーで勝っているので、今現状は公式戦は、4連勝、天皇杯含めると、まあ、このメンバーではないですけど天皇杯は、まあ、このメンバーでいうと3連勝を飾っているので、まあ、結果は出てるんですけど、内容面を見るとやっぱどうしても厳しいなと。湘南と、広島に決定力があったら正直内容的にはもう負けに等しい状況だったと思うんで、あとは湘南戦のようにねビルドアップがうまくいってもね、やっぱそれは前線の選手たちがうまくポジションチェンジしながらやっていたからこそ、まあ、うまく、ね、剥がしていけましたけど、やっぱそれは結構体力を使うサッカーだったので、完全に囲い込みが非常に早かったんで、5人で3人をもうがっちり囲んじゃう感じなので、中央を全く使わせてもらえなかったんでね、湘南戦では、まあそんな中で大島選手が開いたりとか、まあいろいろやりつつうまく間を見つけて、まあそこから逃げ道ができたら、まあ一気にね相手としても密集してる分スペースは結構空いてるので、そこ抜ければ一気に相手を押し込むところまでは持っていけましたけど、それをやるにはっていうところはあるので、まあ、やっぱ後半はね結構、まあ、大島選手なんかかなりガス欠したりしていましたんで、まあ、交代せざるを得なくなって、ただそこから出てきた瀬古選手とか、まあ、小塚選手もそうですけど、まあ、うまく試合に入れてね、瀬川選手も、まあ、みんなそれぞれうまく試合に入れたと思うんで、まあ、それはそれでまたね、戦い方は変わりましたけど、うまく勝ちに持っていけたんで、まあ、いかにだからスタメンに食い込ませて いけるか、組み込めるかがやっぱり後半戦の鬼木監督のやらなきゃいけないことだと思いますし、まあ、ただ両ウィングを見てもね、やっぱ4人とも中央でね仕事をする選手、中で仕事をする選手なんですよね。瀬川選手も宮城選手も家永選手も遠野選手も、だからこそやっぱりサイドバックの上がりっていうのは必要不可欠になってくると思うんで、ただ山根選手もノブレザス選手も正直そこまで稼働できるかって言ったら、まあ、まだ山根選手はまだいけるかもしれないですけど、登里選手はやっぱり厳しくなってきてると思うんで、だからこそやっぱ佐々木選手をもうちょっと個人的にはね使ってあげてほしいなとは思ってるんですけど、まあこのところやっぱベンチ外が多いなとは思うんですけどね。まあ佐々木選手なんかはねやっぱ外で勝負して、で特にもうドリブルとかも結構ね果敢に挑戦していって、で結構深いところまで入っていくドリブルもできるし、だからこそやっぱ佐々木選手をもう少し信用して使ってみてもいいのかなと、攻撃のアクセントにもなると思うんでね、
個人的には後半戦のキーマン佐々木朝日選手かなと思ってますね。やっぱ中で仕事する選手が多いんで、サイドの選手、サイドバックの選手がどれだけ高い位置取ってここから何ができるかっていうのが今後間違いなく必要になってくるところだと思うし、まあ、あとはちょっとこのところベンチャーが続いている立花選手が復活できるかですね。まあ、やっぱこの選手が入ってこないと中盤の強度っていうのは高くならないですし、まあ、切り替えもすごく早いし、でピッチ全体をカバーできる走力もあるし、やっぱ川崎の中盤を、まあ、成立させるためには立花選手の復活っていうのは、まあ、どうしても必要不可欠かなと思います。ので立花選手は何としてもね復活を解き出しいなと、はい、思いますね。はい、まあ、マルシーノ選手がねここ復帰すればある程度外でね戦える選手が一人入ることでいろんな幅は広がるとは思うんですけど、まあ、現状マルシーノ選手はまだ負傷離脱中で、しかもやっぱ肉離れやっちゃったんでね、まあ、正直今後癖になる可能性はあるので、まあ、この辺はちょっと怖いところではあるんで、やっぱもう少し明岩選手あたりなんかも経験詰ませてあげてもいいのかなと思いますし、明岩選手ぐらいしかいないんでね、永永選手出しちゃったんで外で勝負できる選手は明岩選手しかいないの でもし明岩選手がまだ早いっていうのであれば、やっぱり補強は必須かな。外で勝負できる選手、三好選手のね今名前は上がってますけど、三好選手もやっぱ中でプレーする選手なので、右に配置しても中でプレーして、まあ、どうしてもねオーバーラップインナーラップを促すようなタイプではあると思う。まあ、家中選手のタイプとしてはちょっと似てるかなと思う、はい。まあ、その辺はちょっと、この夏の移籍市場っていうのはちょっと見てみたいなと思うんですけど、まあ、ただ戦力的にはある程度、戦えるメンバー揃ってると思うので、あとはもう少しメンバーを積極的に組み込んでいかなきゃいけないと思うし、世代交代は必須だと思うので、まあ、それをどう後半戦つなげていけるかがやっぱりこの後半戦の最大の注目の場所かなと、はい、思います。まあ、今シーズン序盤戦は特にですけど、そこにね対してうまくできませんでしたけど、後半戦はそこはうまくいくことをね願ってね見ていきたいなと思います。はい、はい、ということで、まあ、ちょっと長らくね話してきてしまいましたけど、タイトルを取るのであればもう少しメンバーも戦い方も変えていかなきゃいけないと思います。おそらくあのメンバーでタイトルを取るのは、まあ、リーグ戦を取るのは間違いなく連戦が無理だと思うんで、厳しいと思うんでね、そこは少し考えなきゃいけないし、それはまあ世代交代にもつながるんですけどね。だから正直言うと今季は難しいかなと思ってますけど、まあ、ただ可能性がある限りはね絶対に目指してほしいし、僕のこの予想をね覆してリーグ奪還してくれることはもう心の底からね願ってますけど、個人的にはメンバーを少しずつね変えていって今のメンバー でのね最適解を、早めに導き出さないと上位には厳しいのかなと思うので、まあ、こっからの時間をね大切にして、メンバー選考だったり
まあ、戦い方っていうのも少しずつ現代仕様に、ね、変えていってほしいなと個人的には思ってます、はい、やっぱこのメンバーでのサッカーは面白いんでね、うん、だからこそやっぱ中盤の強度っていうのはもっともっと高い位置にね設定していかなければいけないと思いますし、その中でもねやっぱ聖子選手だったり立花選手っていうやっぱ選手を持ってるんで、この選手たちをうまく使いこなして強度の高い、それに加えて川崎らしいサッカーを実現できることをね、はい、楽しみに後半戦をね、はい、見ていきたいと思います。はい、ということで今回は以上になります。